皆さんこんにちは、亀三昧です。今日の動画はコーラワックスの検証動画第3回になります。今回が最終回になりますので、ぜひご覧ください。なので効果の、1回目と2回目の検証動画なんですが、比べてみるとですね、効果は一目瞭然だと思います。で、今3回目塗る前なんですけど、もう発火してる部分はほとんどなくって、ちょっとくすんでるところはありますが、発火しているところっていうのもほとんどないですね。今これ2回目のワックス塗って10日ぐらい経ってるんですけど、発火している部分っていうのはほとんどなくって、塗る前にね、こうワックスが落ちて、効果がなくなるってこともなさそうです。では早速ワックスを塗っていきます。細かい使い方なんかはね、1回目の検証動画をご覧ください。まずはカメを拭いていきます。はい、今カメをね、甲羅をしっかり洗って拭いたところです。拭いて、ね、乾燥しても特に発火が目立つところはありませんね。こんな感じで2回で十分綺麗になるんですが、今回は検証として3回目やっていきますんで、よろしくお願いします。では早速ワックスを塗っていきます。はい、今ねワックスを塗り終わりました。テカテカですね。で、このまま一晩放置します。一晩は放置する必要はないと思うんですけど、今夜なんで、朝まで放置して、こうワックスをね洗い落として、その後どんな感じで変化しているかっていうのを見ていきます。はい、一晩開けて、ワックスをね、洗って落とした状態です。どうですか皆さん、すごくないですか。最初の写真とぜひ比べてほしいんですけど、この1回目塗る前の、甲羅と比べると、もう差は一目瞭然ですよね。もう発火していたところは分かりません。この上の方、この辺ね、結構白くなってたと思うんですけど、もう全く分かんないですね。はい、こんな感じですごい綺麗になりました。水に入れていきましょう。水に入れてもね、発火した部分っていうのはもう分からないぐらいになっています。ちなみに、ここのちょっとなんだろう、くすんでいる部分っていうのかな、この辺ね、この辺のくすんでいる部分に関しては、おそらくそのうち脱皮するところ、ギリシャ石紙って割とペリペリ剥がれるように脱皮をするので、脱皮前になるとちょっと色がくすむんですけど、こんな感じで今くすんでいるだけなので、これ発火ではないです。この発火した部分に関してはもう感知したと言っていいほど効果が出てるんじゃないかなと思います。先日イベントでね、コーラワックス追加購入したので、また他の紙にも試していこうと思います。コーラワックスすごいですね。想像以上の効果です、ね、亀の発火に困っている方がいらっしゃいましたら、ぜひコーラワックス試してみてください。また検証してほしい、飼育用品とかグッズとかありましたら、できる範囲で、やっていこうと思います。水質に関わるろ過なんかはね、センターテイルさんがもうやってるので、そちらをご覧ください。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。動画は金曜土曜の夜8時に更新をします。それ以外にも不定期に更新しますので、ぜひご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。